放課後の世界征服は、我が月光るによる日本のライトノベル。イラストは、府長が担当。ホビージャパン HJ 文庫館。著者の一般向けライトノベル作品デビュー作、あくまで少女と同じ桜井坂高校を舞台とするシリーズ第2作。前作は、TSF を主題とする内容であったのに対し、本作でも、部分的に女体化や入れ替わりが演出として、用いられているものの、 お約束的な演出になっている。第一巻各章の招題はいずれも他社より観光されているライトノベル作品のパロディとなっている。桜井坂高校2年生の脳み深夜がある日の朝、寝癖を直すために机の引き出しを開けるとそこから亀のぬいぐるみが出現する。そのぬいぐるみは亀江門と名乗り深夜に100円玉を2枚に割れると分裂増殖する能力を授ける。 数日後、深夜は、秋葉原で、生徒会役員の佐々木なしリコが不良に絡まれているところに遭遇し、リュックサックに隠れた盟門の助言に従って百円玉を不良の目の前で割って威嚇し、追い払う。この一件に橋を発し、成行きで、双子の妹、キと共に、生徒会の一員となった深夜は、会計帳簿を作成していた際に不自然な点を発見する。 放課後の世界征服2009年2月1日発行 ISBN978 から4から894258068放課後の世界征服アイドル制圧2009年5月1日発行 ISBN978 から4から894258686ありがとうございます